半分以下のお値段でこれだけの利便性あってこれだけ明るくて、はい、これ皆さん買っちゃいますね。いや、もう買っちゃいますね。はい、それではですね、日動工業さんのブースにいるんですけれども、まだまだおすすめ商品あるということで、ぜひご紹介いただけますでしょうか。はい、次にご紹介するのが、うん、軽量化になったバルーンライトですね。これですね。はいはい。よく道路工事とかですごく、うん、大きな提灯みたいな、うん、ありますね。結構リース屋さんとかで、うんうんうん、リースされたりするんですけれども、実際購入しようと思うと大体15万円から20万円ぐらい。そんなに高いんですね。やっぱかかってくるんですよ。ホームセンターさんとかに行かれる職人さんで、やっぱ10万とかってなかなか踏み込みにくい領域になってくるのかなと思うんですけども、それの半額以下で、うん、お出ししようと思っている新製品で、おー、はい、なるほどなるほど。こちらの照明、まあ、こう空気エアーで自動で膨らむようにはなってるんですけれども、はい、はい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 。でこれですね、一旦消してみますね。はい。消すとこのようにしぼんでいきます。はい、これ点灯してるときは空気が出て膨らむ感じなんですか？はい、自動で電源を入れていただくと自動で膨らむようになっています。すごい、はい、なるほどなるほど。実際に今このぐらいの高さなんですけれども、うんうん、約2メーター近くまで上げることができますので、うんはい、この明るさなので、うん、周囲もすごく明るく照らして作業性も効率がめちゃめちゃ上がると。これ何千ルーメンとかってあるんですか？これで今まだ製品化前なので、はい、だいたい1万5000ルーメン程度にはなるんですけれども非常に明るくって、1万5000もちょっと聞いたことない。これだけ明るいってことです。すごい明るいんですよ、しっかりしてるんですけど、うんうんうん、片手でこう持ち運びができるぐらい。あ、そんなに軽いんですか？はい、ただ、はいはい、どうぞどうぞ持ってください。見た目より全然軽い。めちゃめちゃ軽いです。これは現場での持ち運びもすごい楽ですね。で三脚もしっかりしてますので全然揺れてもこけないよと、うんうん、でここ連結部分、はい、ネジがあるんですけど、これそのまま外していただくと、まあ、置いて使っていただいたり引っ掛けて使っていただいたりですね。逆でも使えるんですか？はい、引っ掛けて。あ、すごい。これ自体もやっぱ軽いし、この土台もすごいしっかりしてますね。しっかりしますね。これはもう弊社の方でワンオフでオーダーで作ってますので、はい、他社さんでは真似できないのかなと思います。なるほどなるほど。利便性もすごい高いですね。そしたら。そうですね。でこれも、まあ、三脚例えば外して片付けするときは、はい、下に置いていただいて、はい、三脚も非常に簡単でこうですね。あ、もうこのままで。あ、はい。三脚自体もすごい軽い。組み立てるときはお尻の方のボタンを押していただくと、スッと。広げていただけると、はいはいはい、もうこれだけと、はい、で閉めていただくだけで OK。 簡単ですね、はい、これはこういう専用のケース専用のケースもついてます、うんうんうん、いう商品になっています。これでじゃあ従来品ね、10万超えのものより、はい、半分以下のお値段でこれだけの利便性あってこれだけ明るくて、はい、これ皆さん買っちゃいますね。いや、もう買っちゃいますね。本当に各法人さん、うんうん、ホームセンターさんのバイヤーさん来ていただいてるんですけど、はいはいはい、今市場にこの形ってないんですよ。あ、そうなんですね、はい、なので、うん、まあ、非常に面白いよね、うん、ぜひうちで採用したいという声をもうたくさんいただいてますので、もう結果がもう見えてる勝負ですね。そしたらこれはもう、ね、完全に売れるコースに、あとはもう生産の方頑張らないとダメだなと思いますよね。はい、わかりました、ありがとうございます。もしね、気になった方いらっしゃったらぜひ製品化されたらですね、日動工業さん のホームページとかご覧いただければいいのかなと思います。はい、はい、すみません、本日はありがとうございました。ありがとうございました。